おはよう。珍しい、早起きじゃない。全然早起きじゃないよ。あ、もう朝練があるってのに。朝練、明日試合だからさ、真面目に練習しないとやばいんだ。なんか忌まわしい前触れか、ホーカーの口から真面目とか練習とかいう言葉が出るなんて。当たり前だろ。山崎さんにも分かってもらわないと。って誰がホーカー？山崎さん。いやー大変よ。俺それホーカー。おいおい、どうしたんだ。カイ、ホーカー。俺はカイだ。ホーカー私よ。はい。え、ないない、ある。いやある、ちょっとある。ない。なんだちょっとよ。だってちょっとしかねえもん、しょうがねえだろ。そりゃうららちゃんに比べれば少しかもしれないけど。何がしてるのよ。ホーカーは何だ。どうしたんだ。何がないんだ。そんなもんか。つまりホーネーとこいつの魂が入れ替わっちまったのか。だから私はホーカーだって。でもなんで。おそらくあの冥府神の毒を浴びたせいだ。なんとか元に戻す方法を見つけ出さないと。魔法薬を調べてみるか。いや、冥府神の力で生じた事態だ。これに効く薬はない。そんな、これからどうすりゃいいんだ。とりあえずこれお願い。あ、何これ。今日のホーカのデートスケジュールとデータ。みんなホーカの大事な王子様だからよろしくお願いね。王子様、そんな場合かよ。すっぽせばいいじゃん。ダメダメ、申し込まれたデートは必ず受ける。これがホーカの恋愛ルール。はあ。